はい。えー、今日も社長の仕事始めていきます。今日はですね、えー、勝ち癖をつけようということです。で、世の中のですね、会社見てみますと、えー、まあ、勝ち癖がついてる会社と、負け癖がついてる会社があるなと思うんですね。で、勝ち癖がついてる会社っていうのは、なんか目標があってですね、えー、それ立てる、それ立てて、それを達成することが当たり前になってる会社。えー、達成した当たり前だよね、という文化になってる会社ですね。こういう会社っていうのは、 いつもです、ね、立てた目標が達成されるので非常にこう会社の文化が良く,、ま、くなっていてです、ね、業績も上がっていくということですね逆に一方の負け癖がついている会社というのは目標を立てるんだけれどもそれが達成できないのが当たり前になっているということで会社の文化も非常に悪くなるとそして業績も悪いということになるわけですね。といいわけでこの負けで負癖がついている会社 もし皆さんの会社そうだ、そうあれば、この勝ち癖をつけていきたいという話になるわけですね。じゃあこれどうやってやっていくのかということで、まあ結構難しい問題なんですね。負け癖がついてる会社っていうのはそもそもみんなのやる気がないので、あの目標を立てても、えそれやっていこうぜという気持ちがないわけですから、それ文化がないわけですから、どうしても勝てないと。まさに癖であって、負けることが習慣になってるんで、勝て、勝つっていうことが、 できないわけですね。なので、この循環から抜け出すのが非常に難しいわけです。まあ、というわけで、じゃあ今日どうやってそれをねやっていくかっていうことなんですけど、ちょっと一つのヒントをご紹介したいなと思います。で、このお話はですね、あの、オープンブックマネジメントっていうまあ手法がありましてですね、あの、会社の財務情報を社員に共有していこうっていうまあ手法で、ちょっとまた別途、あの、詳しくは動画撮りたいんですけれども、まあ、この中で、えー、使われることがある まあ、手法の一つなんですけど、まあ、その中で言いますとですね、えー、小さいゲームをやっていこうということなんですね。で、皆さんの会社で多分ね、大きいゲームをやってると思うんですね。例えば、今年のその売り上げの目標をどうやって達成するかとかですね、えー、今年の利益目標をどうやって達成するかっていう、えー、ことってやってると思うんですね。これって社員の人から見ると、どちちかというと大きいゲームなんですよね。あんまりこう自分とは関係ないところで行われている大きなゲームなんで、 えー、ここでね、まあ、みんな負け癖がついてるわけですね。そうじゃなくて、もう少し社員の人たちが身近に感じられるゲームを作ってですね。で、そこで、身近なところで、えー、こうゲームをね、勝ち癖をつけていこうという話なんですね。これがあの小さいゲームという考え方になります。で、例えばですね、えー、まあ、社員の,人の身近なあーゲームっていうとどういうことがあるかというと、例えば、えー、お客様満足度。 をですね、この3か月間で0.5ポイント上げましょうとかですね、もしくはですね、例えばこのページのアクセス数をこの3か月間で20%上げましょうとかですね、その会社全体の大きなゲームよりももう少しブレイクダウンさせた目標、そしてそこに至るための計画作りりというのをみんなでやるわけですね。でそれで、えーまあ、現実的な目標を立ててですね、 そこで、えー、勝ち癖をつけていくという習慣づくりをするわけですね。で、この小さなゲームをやるときのポイントっていうのは、まあ一つはやっぱ現実的な目標ですね。やっぱり、えー、大きなゲームの場合には、みんな結構大きな目標を立てるので、なかなかこれ勝てないわけですね。そうすると負け癖がついていくので、えー、小さなゲームの場合には、もう少し小さな、えー、現実的な目標を立てていくということで。でそして、えー、その目標に至るその期間ですね。これも、えー、もう少し1年とかじゃなくて、短いスパンである。 えー、シャンキーでもいいし、まあ、あの、1ヶ月でもいいと思うんですけども、すぐに結果が出る、スパンでやるというところがポイントですね。そうすると、それをやるたびにですね、社員の人は、今回はできたり、ね、とか、えー、今回はできなかったりっていうふうに、もう結果がすぐ分かるので、非常にその、うん、循環が早く回りやすいということですね。でそれで、えー、勝ち癖をつけていくというのが、この小さなゲームの大きな目的なんですね。 で、かつ、これやれば、あの、実際のビジネス上の数字も上がるわけなんで、まあ、社長と,としてはね、えー、まあ、非常にありがたいわけですね。というわけで、えー、今日はま、その、勝ち癖をつけるために、でかいゲームに挑戦させるんじゃなくて、小さなゲームを、えー、どんどん回,回転させていきましょうと、ということです。なので、えー、まあ、やり方としては、えー、まあ、今、皆さんが社長として改善させたい、小さな数字だと思うんですよね。さっき言ったような、顧客満足度とか、あ なんか在庫を回転率も何でもいいんですけど、それ社員の人が身近に感じられる数値目標ですね。これの目標設定と、あのそこに至るための計画作りっていうのを社員の,そのチームの中でやってですね。で、それをみんなでやっていこうというので、えー、ゲームを始めるということですね。まあ、これを続けることでですね、えー、勝ち癖がついて、会社全体がそういう文化になっていくのかなと思います。というわけで今日は勝ち癖をつけようということでした。また明日お会いしたいと思います。